沖縄道芝クライスサポガンやシキアレイトストリンは小柄なイネ科の植物。地表を這い、直立して枝かかれした低い方を出す。日本では南西諸島の地味な雑草であるが、アジアの熱帯域ではそれなりに利用されている。小型の多年生双本。地下には横に走る根茎が多数あり、その表面は多数の古い鱗片状の鞘で覆われる。 家系はあちこちから出て立ち上がり、分子はせず、高さ15から25センチメートルほどになる。葉はこの茎の基部の曲がったあたりに多数集まってつく。葉芯は長さ2から8センチメートル、幅3から5ミリメートルでざらつく。鞘は長さ1から3センチメートルだが、上の型のものは長くて6センチメートルに達することもあり、あばらがあって、時として紫色を帯びる。 絶編は長さ0 2ト、mm、ル。もっとも熱帯地方ではさらに大きくなるようで、インドでの報告では、洋芯の長さが1 2トル、幅は5ト、mm、ルまで、家計の背丈は4 8 5トルにまで達したという。夏季は10から12月。果女は家計の先端に単独につき、上を向く。塩水果女で全体としては強大型で、 長さ3から6センチメートルで朱紫色を帯びる。主軸より出る枝は長さ1.5センチメートルまでで、一部は林生状に出て、一部はまばらに出て、いずれにせよ細くて上向きに伸びる。コボは枝の先端につき、3個がひとまとまりになっている。中央の1個は柄がなくて両性を有し、これに対してその左右から出るコボには5ミリメートルほどの長さの柄が、 あって優勢である。コボをつける枝には上向きの毛を密生する。本属のものは一つの無柄のコボと二つの柄のあるコボを一組に生じ、それぞれに二小花を含む。この内柄のないコボの第二小花のみが年生を持ち、第一小花は優勢、柄のあるコボの小花は優勢か、あるいは無償となっている。またそれらのコボはいずれもやや左右に扁平な形をしている。 柄のないコボは長さ3から4ミリメートルで、肥心型で先端が尖っている。外側の A は、陽子質となっている。二個花からなり、上の第二個花の実が果実を生じる。第一方 A は長さ3から4ミリメートルではっきりしない三脈があって棒はない。第二方 A は長さ2.5から3.5ミ、mm、リメートルで、長さ2ミリメートルほどのの木がある。 第一小花の森 A は長さ2.5から3ミリメートルで透明質で非神経、先端は尖っている。第二小花の森 A は長さ2.5から3ミリメートルで透明質となっており長さ5ミリメートルほどのの木がある。うち A はない。約は長さ1から2ミリメートル。A 化は長大型で長さ2ミリメートルほど。柄のある優勢の小母は 長さ5から6ミリメートルで、2つの方 A は、小ボと同調だが、第1方 A は、先端が尖り、第2方 A には、棒がある。第1小花と第2小花の森 A は、長さ3ミリメートルほどで、同型となっている。沖縄では、カギナ、サシフサなどの方言がある。インドから東南アジア一帯でも、この種は普通種で、それらの地域では、本種は、 ラブグラスの名で呼ばれている。この種のコボは関節部で容易に切り離され、針状でカルスが特段に鋭くなっており、往々に動物の肌焼け、あるいは人間の衣服に張り付き、それがこの名の由来と思われる。ベンガル語ではコーキャンタ、サンスクリット語ではコリコントかと呼ばれる。どちらも泥棒のトゲ、俗装のような意味を持つ。 これらの名前の由来も同様である。英名としてはゴールデンフォルスビアードグラスも知られる。日本では沖縄県からのみ知られるとも、また琉球列島では与論島以南の各島に見られるともされる。最新の茨城他には与論島に記録があるとの記述があり、記録はあるが確認が必要な状況であるのかも知れない。国外では台湾、中国南部からインド、 マレーシアにかけて、それに、ポリネシアからオーストラリアにまで分布する。またアフリカにも帰化しているという記述があるので、さらに広い地域に拡散しているのかもしれない。開けた草地に生じる。インドでの報告では、普通は日向きで乾燥していて露出した場所に生育し、例えば道路脇、芝生、牧草地、川の土手、水流の周辺等に見られる。 本種の属する沖縄道芝属には26種ほどが旧世界、特にアジアとオーストラリアにかけての熱帯から熱帯域に分布するが、日本から知られているのは本種のみである。本種のように芝生状に生育する小型の稲科植物は数多いが、日本では本種のような外見を取るものは他にない。より細部を見れば、無柄の小ボが左右にあり柄の小ボを備える姿は、 得意である。日本では特に挙げられるようなものはない。国外でははるかに多く利用されている。アンバスタ・アンドラナは本種に関する法文の題名に、本種を指して、シグニフィカントグラスという表現を用いている。この種は地表をよく張って広い面積を急速に覆い、動物による捕食や踏みつけに対しても耐性があり、また土壌をカバーし保護する力もある。牧草としてもよく知られ、 インドでは牛は他のどんな草よりまず本種を食べるという。ネパールの定地での調査では牛の食べた草全部のうち本種が45%を占めていたという。また本種は芝生を作るのにも用いられ芝生やスポーツ競技場、競馬場などに使われることがある。伝統医療での利用も世界の各地に見られる。例えばバングラデシュの一部では 本種の根茎の絞り汁を肝臓の痛みの治療に、前奏を牛の足の腫れに用いられる。科学的にもいくつかの成分が確認され、その効果についての研究も行われている。中国では本種の前奏もしくは根を肝冒などの発熱や腹板の治療に使う。ネパールでは根のペーストを火傷に用いる。環境省のレッドデータブックには取り上げられていないが、 県別では、鹿児島県で純絶滅危惧種に指定されている。日本では、ここと沖縄県しか分布がなく、鹿児島県では、南端域のみが分布域であるためと思われ、沖縄県で指定がないことを含め、分布域では珍しくない存在と思われる。以下、種として、初島 p 七百三アンバスタアンドラナ茨城ほか、P75 茨城ほか、 P75 アマノ、P174 ポシネモルカビアジードエトール、アンバスタアンドラナ、西岡、ピアニッシモ、338から339、アンバスタアンドラナ大橋ほか編、p 8十八島 P703 茨城ほか、P75 大橋ほか編、P80、ネモルカビアジードエトール、茨城ほか、P75 ハットアンバスタアンドラナ大橋ほか編、 P80 茨城ほか、P75 ハットアンバスタアンドラナハットアンバスタ、アンドラナハット、ネモルカビアジードへ通る、ウエトール、ネモルカビアジードへ通る、中約大辞典、P1208 モネンドル、P151 沖縄道芝。日本のレッドデータ検索システム。野生生物調査協会、インビジアン環境保全事務所。2020年11月11日閲覧。 ありがとうございます。